藤山アネットボイテクダブルアネットバージョンに出演いたします。長谷川徹です。ボイテクはドイツの兵隊さんで、ユヒナという作家が書いたものなんですけど、こう未完の作品ということで、ボイテク自身は非常にこう追い込まれていく非常に悲しい運命というか、そういうものを背負った人なんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、その中にあるなんていうかモヤモヤというか、そういったものをこれからさらに深めてこう理解していけたらなと思っています。今回ボイテクダブルということで、演劇のマノスバージョンと、まあ、ダンス公演のアネットバージョンがあるんですけれども、マノスバージョン、先日見させていただいたんですけれども、やはりその台本の中にいる登場人物が、台本に書かれたものがすごく忠実にこう浮かび上がってきているような印象を得ました。アネットバージョンに関してはもちろん台本を元に作っているんですけれども、今回ダブルということで演劇とダンス2つあるので、その演劇からは演劇の方ではなかなか浮かび上がらなかった、少しまあ台本からは外れたと言いましょうか、そういうまた違った人間像みたいなものをこうそれぞれに出していけたらなと思っています。そうですね、見どころやっぱりその演劇とダンス2つバージョンがあるというのは非常に今回とても面白いポイントだと思います。同じ場所から、違う道を経て、どういったものがこうそれぞれ出てくるかというところ、その違い、さらには演劇というものとかダンスというもの、それぞれの表現方法というもの自体にこう深く入っていける、そういったところを皆さんにも楽しんでいけたらなといただけたらなと思っています。